はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。ハイスコアチャレンジね、あと2分で、後半戦始まります。これね、メイアカの方で、このアカウントはね遠藤がいるんで、まあ、ちょっとブースト50なんだけどね、ハイスコアが500以内なんとか入れて、ちょっとねサブアカがね300以内、さっき299位だったから多分もう抜かれてると思うな残念。累計が250以内に入れましたと。到達はね全部終わっちゃいました。まあ600万かな、60万かな、600万かギリギリ、制覇した感じで、一応レイトンがね、全部落ちたって感じかな。でおそらくなんかポカポカの転生があったから、まあなんかねエヴァン教えてもらったんだけど、エヴァンらしいんだけどコメントでね、追加よね、特攻が多分変わると思われるのでという感じかな。一応出来はこんな感じ。っていう感じかな。はい。で雨がね足りてないで、あとね日の神をゲットしちゃいましょう。あとレイトンさんもね一応全部集まったんで、あとこいつがね999個しか持てないんで、なんかね監禁されちゃうんだよね赤が、あれだよね。でちょっとねゴールドはね本当ウィスパーの絆を毎回500もらえるんで、やっぱずるいなっていう感じがします。2位でももらえるのがずるいよねだってさゴールドがさあのがっつりで、シルバーがさまったりなのに全く逆じゃんっていうね。順位がさまったりの方はシルバーの方はあるからさ、順位でなんで500、200、100みたいな感じになってるからさ、全然さシルバーは超まったりじゃないよっていうね。ウィスパーだからまだ4凸までいかなくて、レイトンさんとね、レイトンさんこれで2凸いきましたと。で順位がおそらく500もらえるんですけど、まあ3凸はいけねえなっていう感じかな。はい。で誰でしたっけ、日野神か、日野神が、日野神、あれ日野神いねえな、あ日野神これでゲットか。2時になっちゃったな。日野神がこれでいたね、これでゲットになります。はい、転生覚醒日野神を獲得しました。ようやくです。いいね、俺だ、あ俺だじゃなかった。はい、うすら影の転生がまた強キャラが増えましたね。うすら影の転生、レイトンともねどっちもいいんだけどね、後半戦は多分また特攻が変わると思うので、まあ、私前半集中型、まあ勇ましい高血ねあるんだけど、雨ってのもねあるのと、まあとにかくうすら影のねライバルが多いので、これですね。レイトンさんはねただプリッチーポカポカがな、なんだよな、まあとにかくこっちも雨だからって感じで、まあ私はね日野神の方がもちろん好きなんですけど、 50% あるからね。ただライバルが非常に、日野神のライバルが多しっていう感じですね。不気味うすらがやっぱ強いんでね、この辺の花子さんとかはもう4凸してるし、しかもね勇まし 60% アップがあるでしょ。日野神はな勇まし30とか50、あこれはあれか、転生じゃないか、小生だった。転生日野神はまあ50ずつねあるんだけど、まあ、雷は花子さんいるし、まあちょっとウサピョンの壁がね、これもうすぐ5凸になるんで、まあ、40% だけどウサピョンの壁が高いな、氷だけどね。あと転生ソルカも強いしさ、ちょっと日野神はライバルが多いんだよねっていう感じかな。はい、じゃあ後半戦いきましょう。ということで前半戦ランキング220位でした。さあ後半戦、やっぱりねスタミナは回復してませんね。転生覚醒日野神に挑戦ということで、はい、絆を獲得できる絆1000ね、到達ではもうゲットしちゃったけど、はい、後半戦ボスは覚醒日野神です。転生ね、
敵の守りと雷属性を下げて必殺技で出そうか。だからね、雷特化でね、花子さんには勝てるけどな。あ、そして来ましたね、やっぱり転生エンド、またはエヴァンがいればということで、エヴァンは転生じゃないのかな。ドロップ率10倍ということで、エンド、あ、じゃあエンドをゲットしてよかったなっていう感じかな。一応ね、無課金サバカの方は一応エンドをゲットしなかったんだけど、一応ね、後半戦で、エヴァがね、追加されましたと。エヴァンか、ごめん。なんで、まあちょっと無課金サバカの方ゲットしたいかな。一応こいつが、どうなるんでしょう、今後。無料ガシャの、あと19回に、あ、ドラゴンナイトレジェンドチャップだ。こっちはどうなっちゃうんだ、あと16回。ん、あと16回、あと19回で小成就確定。あー、これ別物だ。おっと、なるほど。60連分やね、超ガシャが2回に分かれたから、これ60回か。次のイベントはどっちの分が引き継がれるんだろう。ちょっとこれ重要だよね。これ、早急に知りてえな。はい。何って感じだね。こっちでね、こっちでね、転生版出ないんだよね。だから、まあで、予想通りね、チャップたちがこっち来たな。まあ一応、ビンタロちゃんゲットできちゃったからな。正直私こっちに回す、あれはなくなったんだけど、っていうとこですね。同じ12月8日で、次の12月9日からは、エヴァンゲットできると思ってたけど、60連はさすがに回せないんで、ちょっとピンチングですね。なるほど、ちょっとはっきりしたいね、その方をね。なるほど、やっぱり前半戦頑張っといてよかったかもしれませんが、まあでも、一応遠藤も使えるんで、っていうとこだな、ルールを見ると、なるほどね。だエヴァとエンド両方いたらすごいいいねって感じか。まあね、正直特攻なしだとね、8回しかドロップさせられなかったんで、っていうとこかな。覚醒日の神はこのアカウントはもう貫突してるんで、特にないですね。エヴァちょっと見ときましょうか。エヴァンか。ポカポカの転生がいまして、まあどっちかって言ったら、まあ確かにね、覚醒日の神は薄ら影なんで、ポカポカの転生の方がいいなっていうところですね。6秒80超早いで、回避がめっちゃ高い。で、ポカポカの雷。ポカポカのね、打ち消しってなかなか珍しいので、これね、ゲットしたらスコアタとかでも使えていいのかなって感じ。あ、来たよ。この前のマクロファージちゃんに続く力アップと超加護。マクロファージちゃんはあれだ、なんだったっけね。で、獲得がね 100% アップでいいねっていう感じですね。日の神はまあしかも勇ましい、私の好きな、あ、でも得意な種族じゃなくて何でも強いっていうパターン。あ、得意な種族にも強いし、妖戦みたいな、ポカポカ妖戦みたいな感じですかね。はい、これはいたら便利な前衛ですね。なるほどね。はい、このなんかレベル5だけどちょっとね、あのなんだっけ、あのトトロたちのあのグループが入ってる感ありますね。二の国ってこんな感じなんだ。あ、限界突破見てなかったね。限界突破でクスネルとかあるんだな。なるほどな、これはこっちの方がいいんだろうな。超加護が打ち消し受けた時自分に超過去だから、あ、施設ダメージ40もいいね。なるほどね。金持ちの人がこれを使いこなしたらカイラみたいだね。大変なことになるが、あれ、このアカウントカイラ持ってないんだな。はい、まあ、最近のね、限界突破、まあいつも日やらね、絆ね、ショップで買えるようにはなるんで、まあその辺ね、首を長くして待てばいけるんですけどね。え、対抗棒も打ち消しを受けたときに、所詮加護だからな。そういう意味だと超加護の、あれ、しかも全体超加護かな、どうなんだろう、自分だけか。
自分だけか。そうするとそうでもないけど、ただやっぱちょっとな、そうか、でも60連はちょっと予定してなかったからな、ちょっと予定外だな。いやーいいね、自分に超過去か、はい、単体なんですけどって感じですね。まあチャップはね持ってるからいっか。というわけで、後半戦ね、ハイスコチャレンジ転生日野神で最後ちょろっとやって終わりにしましょう。で後ほどの動画で、ちょっと別動画で極級とかその辺の攻略やりたいと思います。一応転生レイトンさんも 30% アップとかになって活躍してくれるけど、ポイントアップは遠藤とエヴァンと、あとは遠藤のこっちなのね。なんでまあ今回すごい特攻全部持ってる人はめちゃめちゃこの4体ベース、遠藤エヴァン、チャップベースで周回って感じになるのかな。はい、なるほどね。そしてさっきエヴァンがこんな感じか。ここに引き継ぎとか書いてないよね。なんと10回引くが460で、超妖怪ガシャ、超量で天聖ランクは絆ショップにもあるお知らせ。うん、なんかちょっとな、どっちが次に引き継ぐのかははっきりさせてほしいな。ドラゴンナイトレジェンドチャップもいらっしゃるということで、残り回数を前回のガシャから引き継ぎません。なるほど、今回のやつは引き継がないんだ。遠藤の方が引き継ぐんだな。なるほどね。うん、なるほどなるほど、ちゃんと書いてくれてるね、ありがたいね。で遠藤の方は引き継ぐんでしょきっと。超妖怪ガシャと通常の妖怪ガシャ、特定ランク確定まで残り回数を前回のガシャから引き継ぎます。これは引き継ぎますって書いてあるね。うん、なるほどね、引き継ぎますで、引き継ぎませんになってるんで、まあだからもう復刻みたいな感じになってるよね。はい、なんでこの辺ねちゃんと明確にしてくれてるんで、まあ、ぜひね整理してやりましょうということで。なるほど、なるほどっすね。でまたこれもね後半戦も地道にやっていきましょう。ルールをね守って、薄らかけ C ランクって感じで、まあ、相手が豪傑なんで不思議のババアはそのままでという感じですね。うん、まああとはねヒントもあるんで、ヒントもねうまく使いながらやっていきましょうや。遠藤がいて、今回からねチャップがね私使えるので、チャップがね特攻になってくれたんで、チャップをね 5% に入れて、そうするとアタッカーがいないね。アタッカーチャップでいいか。はい、そんな感じで頑張っていきましょう。チャップ一突なんでね、ぜひなんかいい機会で強くしたいな。チャップがひょっとしてここに加わったりして、ドン、あ加わんないの。加わんないのか、チャップ加わんないとちょっと弱いな。なんでちょっとまあこの辺悩みながらやっていきたいと思います。まあねとりあえず999になればいいので、まあちょっとその辺は多少はいいかな。でチャップの攻撃が無属性なんで、まあ誰でもいいやって感じかな。はい、じゃあこんな感じで。なるほどね、999%にならなかったらまた考えなきゃいけないですね、ダメージがね。なんかすげえメンバーだな、こんなん使ってたっけ。よいしょ、これでバフのパッカーンって感じ。あんまりダメージ入んないね。ちょっとハイスコアやっぱ苦手だからな、今回はもう上位は諦めたいと思います。990ね、ダメージが 999% いってるので、これはこれで OK っていう感じでね、はい、あとは特攻がまあ調整遠藤がいないのと、うん、あとはねエヴァンがゲットできたらいいけど、まあいいかなって感じですかね。あ5でやっちゃったな、まあいいか。はい、中級見なくてもいいよね、という感じで頑張っていきましょう。じゃあ次の動画でねまた極級とかあの辺をやりたいと思います。雨はね揃ってないのよね。まあでも今回レイトン優先かな。日野神もめちゃめちゃいいんだけどね、
ライバルが多しという感じですね。皆さんどんな感じですかね。まあ普通に日野神の方がいいと思うけど、というとこですね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、日野神もできたら二突行きたいね。またお会いしましょう。さようなら。まあでもライバルが多すぎるね。俺だって、なんか言いたいこと、ああそうだ、ごめん、そうだ、最初に言いたかったんだな、これまた言おう。一応ビンゴがね、月ビンゴが、はい、なんかでかくなったかな、リニューアルされたのと、次の動画で言うか、はい、プレミアムログインボーナスね、これもリニューアルされて、ちょっと中身はよくわかんないんだけど、まあ明らかに交流ポイントとかその辺が良くなりましたかね。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイキーン。